あなたにとって鎌倉はどんな場所ですか？なるほど。これも喋り始めていいですか？あ、もちろんです。はい、鎌倉はどんな場所か。あれ、どうしようか。なんかいかにもっぽいことからもうパッて出ちゃうんで言うと、なんかこう多様で多彩で多層だなと思ってるんですよね。多様で多彩で多層、層が多い。レイヤーが多様っていうのは、まあ、本当に海もあるし、お寺もあるし、で街中もあって、まあ、その小町通りみたいな商店街もあるし、買い物もできる、食事も食べれるとか、自分がこう体験が多様だなと思ってるんですよね。いろんな体験できるなと思っていて、なんかそれがすごい豊かでいいなと思って、僕出身沖縄なんで、沖縄っていうと海のイメージあるじゃないですか。まあ、海と飲みはすごいいいなっていうのあるんですけど、そのお寺みたいに落ち着く場所があるっていうのは鎌倉の特徴だなと思いますし、あとは何ですかね、やっぱ街がコンパクトで、なんかこう人とのつながりがなんかこうどんどん深まったり広がったりっていうのがこう自然に起きるなっていうのを感じてて、例えばもう鎌倉美学とか行くと、なんかこういつものメンバーがいて、なんか最近どうよっていうたわいもない話もすれば、なんかこうこういうことって、まあ、社会的な課題とか問題に関してもディスカッションすることもあるし、なんかこう新しいこんなことやりたいよねっていうようなこう企画を立ててみんなでなんかやろうみたいなこともあるし、ただ普通にみんなでじゃあサップしに行こうとかバーベキューしようとか、まあ、そういうふうな遊びのこともあるし、なんかそういうなんかなんですかね、普通に飲む場所から生まれてくるなんかつながりとか人間関係の豊かさとか、なんかそういうのがすごいいいなっていう感じますね。はい、すごいなんかばっくり喋っちゃったんですけど、あとは多彩で多層って話もありますけど、まあ深い話できないんで多層のところからいくと、結構やっぱいろんな時代時代の歴史が積み重なってると思うんですよね。縄文時代の、いろんな遺物が出てきたりとか、そういうこともあると思いますし、それこそ鎌倉時代の歴史、江戸時代の歴史、明治以降の近代の歴史もそうですし、戦後の何ですかね、住宅開発が進んでから、人がたくさん住むようになってからの歴史もあるし、なんかその歴史の層がどんどんどんこう積み重なって、なんかそれが全部こう共存してるっていうか、なんかそれがこう感じられるっていうのもいいなと思って、なんかこう歴史の奥行きもあるし、で新しいものもあるし、そういうこう歴史を感じながら、それがいい感じで積み重なってるなぁみたいな、そういうのを感じるのがいいところだなと。いい感じで積み重なってる、そうですね。はい、あとは多彩、多彩はもう本当に見た目で、海の青もあるし、山の緑もあるし、本当になんかこう街中の景色もあるし、こういろんな色彩のコントラストがあるな。でそれもこう、そうですね、でそれもまた季節によって同じ山を見てても山の色が変わるし、新緑の季節と夏の季節の緑の色違うし、冬は冬で見た目も違うし、なんかそういう歩きながら同じ毎日同じ景色を見ても、あ、なんかこう季節変わってきてるなっていうのをこう感じられるとか、あとはもう季節季節のお花があったりとか、なんかそういうこう目で感じる色彩の変化で感じることができる、そうですね、色彩のその多彩だなっていうのをこう感じます、なるほど、それが魅力だと思ってます。はい、そんな多様で多彩で多層な鎌倉はあなたにとってどんな場所ですか？なるほど、楽しい場所ですね。楽しくて、なんかこう仲いい人がたくさんいるっていう、お友達がたくさんいる場所友達が増えて楽しい、はい、そうですね、愉快な仲間たちと楽しいことがたくさんあって、真面目なこともあって、なんかそういう、そんな感じです。